鶴見橋は、岡山県岡山市北区の旭川に架かる橋である。後楽園と台湾の伊豆市町を結ぶ。初代の橋は、岡山藩主池田市の別荘であった、後楽園を訪れる武士のために1707年に架けられたと伝えられる。明治に入ると一般に開放され、旭川の岸や後楽園に舞い降りる鶴の姿が見られたことから、鶴見橋と呼ばれるようになった。 昭和に入り、本格的な治水事業が始まるまでは、旭川は暴れ川として知られ、目標をかけては流されの繰り返しであった。高級的な橋の仮設は、1930年に陸軍の大演習が行われる際に天皇を迎え入れる準備として行われた。5月1日に着工、同年10月30日に竣工し、11月3日に、 私橋式を行うという特幹工事であった。24メートル5景観と、両岸側13.8メートル、全長147.6メートルの桁橋構造。高欄には、基礎五両林から払い下げられたヒノキが使われ、ギボシや銅製のアンドンなどの装飾が施された。橋脚や橋桁外側は茶系に着色されている。高欄は後に、コンクリートで作り直されたが、 木目模様に塗装され当時の雰囲気を保っている。建設当時の工事報告書から、東京帝国大学工学博士の伊藤中太、京都帝国大学工学博士の武田51、元復興局協力課長、成瀬正部が携わっていたと考えられる。ありがとうございます。